と激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、今回は川崎にいるんですけど、今日はですね激辛ラーメンになります。店舗が、ラーメンダンボと、いうことで、お耳が生えてきたあの象の、ダンボをイメージすると思うんですけど、あのダンボではありません。ブヒヒヒヒ。これ後ろ見た九州ラーメン総選挙第1位受賞ということで、これはなかなか期待できる旨辛ラーメンではないでしょうか。で今回ですね、ここの劣化ラーメンという、激辛ラーメンで、今回も辛さレベルが調節できるということで、今回はその辛さレベルマックス、天国トリプルというものに挑戦していきたいと思います。それではいきましょう。早速中入ってきたんですけれども、なんだっけ、劣化ラーメンの天国トリプルということで、辛さの源は一味を使った、感じになっております。九州ラーメン総選挙1位受賞してますからね。はい、これちょっと非常に楽しみです。よだれが垂れてきてます。ダンボ、あ、来ましたか。うわー、はい、来ました。劣化ラーメン天国トリプルです。おー、天国トリプル。うわー、真っ赤だ。なんだこの地獄のような、まさに天国行け、天国へ行けと言ってるばかりの地獄色のスープですけど、すっごい、いただきます。さあ、劣化ラーメンの天国トリプル、お手並み拝見です。ダンボ、ほら、この弾力感。いや、でも非常に香ばしい香りがします。美味しそうだ。ほら、このスープ、入ってる具材は、これペーストじゃなくて唐辛子の粉末、そして、ネギ、あとチャーシューですね。チャーシューもこれ美味しそうだな。これ麺は、これはちょっと細麺ですね。非常に美味しい。うまいぞこれ。美味しい。麺も絡めていきましょう。このドロッとしたこのスープによく麺が絡みついてるんです。いただきます。あー、ここだ。あら、まあこれやっぱスープのこの豚骨ベースが効いてます。非常に濃厚な味わいとなっております。しっかり辛いね。しかし箸が止まらんの。チャーシュー、これうまそうだ。このチャーシューが、あー香ばしい。いいね、合うわ。やっぱこのスープが辛い分、チャーシューの肉の甘みというものが感じます。おー、やったまらんばいと。これ好きだわ。うん、辛いね。汗が止まらん止まらんと。そしたらこっちはからし高菜とお湯、うん、あー、これちょっとトッピングしてみましょう。これうまそうだな。これちょっと辛い高菜ですからね、ちょっとこれをトッピングしましょう。どっさりと、これでもかと乗っけちまうぞと。この激辛バトルも後半戦に入ってまいりました。菜を加えてどれぐらいのものか。うん、高菜合うわ。うん、高菜いいね。これ好きだわ。大好き。お口の中がもうヒーヒーってきました。うん、うま辛ラーメンですね。辛みを楽しみつつ、素材本来のうまみを堪能できる激辛ラーメン。うん、下に行けば行くほど、この辛味と旨味成分が凝縮し、より食欲をかきたてるこの一品。白いご飯にこのスープと高菜を足したら、これはもう、ダンボ。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。ダンボさんの劣化ラーメン天国トリプル辛さレベル、じゃーん、辛さレベル5です。おめでとうございます。5です。九州ラーメン総選挙で1位を受賞しただけあってね、非常にこの元のスープの元のベースの豚骨の旨味が非常にこう美味しく感じました。そこにさらにこう一味の辛味が加わり、まさに旨辛の一品だと感じました。チャーシューもね、こうふわとろチャーシューで、非常に、この麺と、細麺も細麺の麺と非常にマッチして美味しかったのではないでしょうか。いやー、違うね、まさに劣化のごとく、この箸を進められたのではないでしょうか。ぜひ劣化のマニアの方を挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターとかも更新しますね。フォローお願いします。
ダンボ。バウン。バウン。